金欠のバルセロナさん、まさかのあの男を獲得へ。クラブはハーランドと契約することを夢見ており、彼がエムバペと渡り合える選手だと考えています。クラブは、ハーランドの契約が終了する2026年までに、現在の経済状況を改善できると信じています。またラポルタは新たなカンプノーのオープンと会長選挙があるため、大規模な契約を利用したいと考えています。デコとハーランドの代理人との会談では、すでにこれらのことが話し合われているそうです。バルセロナ上皇来た。マドリーにバルサに忙しいなこいつ。バルサ、ハーランド VS レアル、ムバッペ夢ありすぎるわ。金はないけど、シティ降格を考えたらありえなくはない話。マンシーは近いうちに2部に落ちるってどのクラブも思ってるんだな。前々から思っていたんだがやっぱりペップってバルサが送り込んだ産業スパイなんじゃね？ぶっちゃけアルバレスの方が欲しい。